大阪王将のパッケージングはこんな感じです。餃子の王将のパッケージングこんな感じです。大阪王将のタレ、餃子の王将の餃子のタレ、両方とも1人前ずつで、お値段は大阪王将1人前240円、餃子の王将1人前237円。大阪王将オープン。おー、めちゃんこええ香りする。やっぱりこのニンニクの香りがいいですね。続きまして餃子の王将、うわちゃー、こちらもええ香りがします。まあ、見た感じ明らかに餃子の大きさが違うかと思うんですけども、見比べてみましょう。左が大阪王将、右が餃子の王将。餃子の王将の方がちょっと大きいかと思いますけども、まあ、グラムをちょっと測ってみましょうか。続きまして餃子の重さ、大阪王将は 21g。 続きまして餃子の王将 22g。あ、1g 差ありますね。これが大阪王将の餃子で、こちらが餃子の王将です。まあ、あの焼き目っていうのはね、毎回毎回ちょっと違うんですよ。だから焼く職人によって違いますので、まあ、今回はその大きさの比較ということですね。続きまして大阪王将のこの断面図、こちら大阪王将の断面図です。続きまして餃子の王将、まあこのような感じです。こちらが大阪王将と、こちらの餃子の王将です。でこの生地の色が違いますね。餃子の王将の方がちょっと白っぽくて、大阪王将はちょっとこうあの肉の色っていうんですかね、皮なんですけども、こう触った感じなんですけど、大阪王将の方がなんかもちっとしてるっていうんですかね、なんか皮がちょっと分厚い感じがします。まあ、続きましてっていうわけじゃないんでしょうけども、まあ、これは私じゃなくて、まあ、妻と子供の分ということで、黒い方が大阪王将、それでこちらは餃子の王将です。まあ、チャーハンです。まあ、色がちょっと違いますかね。あの大阪王将の方はちょっとこう白っぽいような気もするんですけども、まあ、これはあの後日しっかりと比べた動画を撮りたいかと思います。こちらが大阪王将で、こちらが餃子の王将です。先ほど切って断面見た餃子からいただきましょう。いや、どっちからいただこうかな。まあ、餃子の王将からいただこうかな。王将。もう難しいですね。まあ、この辺は直感として、あの、大阪王将からいただきます。大阪王将の餃子、いただきます。はい、わかりました。わかりましたって何ですかね。では続きまして餃子の王将、まずは何もつけずにいただいてます。あの基本的には両方とも結構皮もちもちしてますよね。ファーストインプレッション、まあお互いの餃子を食べ比べることは初めてなんですよ。だから、その違いっていうのは全く気にすることもなかったんですけども、大阪王将と餃子王将を食べ比べると、まあ、ファーストインプレッションですよ。大阪王将は結構こう、肉の味がしました。うん。餃子の王将はね、どっちかって言ったらニラとかね、ニンニクの香りがすごいと思いました。で肉の味よりか、そちら、ニンニクとか、まあ、ニラ系の味が主張する。餃子の王将か、肉の味が結構ね、ファンとくる大阪王将の餃子。まあもう一度ちょっと食べる。まあ次はね、次は餃子の王将からいただきましょうか。な、匂い。あ、それ匂いの、別にね、こう、ニンニクが入ってないものを注文したわけじゃないんですよ。大阪王将。でもね、テイクアウトした時に、車に乗せた時に、すごい充満したんですよ。だからそれぐらいやっぱりニンニク入ってるんですけど、ニンニクの量は大阪王将よりか餃子の王将の方があると思います。だからこう匂いですごくわかりますんで、今皆さん見ていただいてるのはしっかりと伝えてるんですけども、撮ってる最中よりかなり間違ってますんで、何回も言い直してます。王将の餃子。からの大阪王将。食べ終わるぐらいの味の残り感は
大阪王将の方があるかと思います。結構ね、旨味がすごくギューっとね、下に残る余韻。うん。で、パンチがあるのはやっぱり餃子の王将でしょうか。やっぱりニンニクとか周りガツンときますんで。いや、これはね、本当に好物つけがたいですね。だからとりあえず飲みます。今日飲むのはビールじゃなくて、このタルハイをいただきます。こうさっぱり系でいただきます。あ、うまっ。やっぱり餃子にはビールだろ。これタルハイとかも結構合いますよ。まあチューハイとか、まあ炭酸系に合うということですね。では次はね、がっつりといただきましょうか。何もつけずに1個、大阪王将1個丸ごと。うん、そうだ、結構ね、肉の味がすごく主張してる餃子ですね。次は餃子の王将。続きまして、このタレをかけましょうか。もうタレはね、もうこの上からかけちゃいます。まずは大阪王将。餃子としては完成の味ですよね。次は餃子の王将。いや、うますぎるわ。どっちが美味しいとかいう話じゃなくて、両方うまい。今のこの状態で食べ比べしても、もう味がわかりません。もう口の中がすごくニンニクで、うわーっとなってますんで。で、初め食べたファーストインプレッションということで、あんの、まあ、皮自体は微妙で、大阪王将の方がこう分厚いと私は感じましたけども、あんは明らかに大阪王将の方がこう肉肉しくて、で、餃子の王将のあんは結構ね、こうニンニクがガツンとくるという味付けだったと思います。もう二つ三つぐらいになったらもう本当両方とも美味しいっていう風になってきました。